じゃあ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ます。みんななんか笑顔がないやなんか。そんなことないですよ。そんなことないです。和やかですよ。頼むよ。はい、皆さん野球好きということで、はい。はい。はい。じゃあ、野球の魅力をちょっと一人一人ちょっと語っていって。野球の魅力。野球の魅力。野球の魅力だよ。難しい。だって好きなんでしょ。はい、大好きです。はい。じゃあ野球の魅力って何だろうって。誰からいきますか。みかんくんから。あ、僕からですか。はい、どうぞ。野球を一応その高校まで10年間やらせていただいてたんですけども、みかんと言います。お願いします。野球の魅力は、強い相手とかでも勝てることがある。で、弱い相手でも負けることがあるっていう、何が起きるか。はい。なるほど。何が起きるかわからない。ドラマがあるのが野球の魅力だと思います。10年間やったってポジションどこやったの？ポジションはずっと外野でセンターを主に守っていたんですけども。そうか。和歌山県でやってました、はい、野球は。どこの高校？聖林高校っていう小久保さんの、はい、ところで一番打ってましたね。やっぱセンターやるぐらいだから足速いな。いや、もうおこがましいんですけど、はい、6秒フラットぐらいです。 50m は。はい、まあ、ちょっと俺より遅いな。それはもう遅いです。はい、次は？じゃあ、相方いきますか。あ、はい、うどんとみかんのうどんくんと言います、はい、よろしくお願いします、はい、野球の魅力はなんか本当にただその運動能力が高いだけではうまくいかない。なんか本当考えないと、なかなか勝てないっていうところもありますし、なんか個人的に攻撃中にベンチで休めるっていう、なんかちょっとよくわかんないシステムが僕は個人的に好きで、ね、面白いスポーツだなっていう、はい、あんまり好きじゃないの野球。いや、野球は大好きですよ。10年間やってました、はい。なるほどね。はい、同じにやってたの？聖林高校かなんかで。僕が香川県で、香川なの？香川のやってまして、あ、でも本当は香川の高等専門学校っていう強豪校ではなかったところなんですけど。なるほどね。まあ、はい、強豪校が多いもんね。多いですね。多いよね。はい、はい、じゃあクレイ。はい、この間も撮影させていただいたクレイです、はい、よろしくお願いします。髪型変わったね、だいぶ。変わりました。おしゃれになったな。俺は変わらないけどね。ありがとうございます。はい、どう、僕が思う野球の魅力は、僕結構もちろん自分でやるのも好きなんですけど、やっぱ見るのも好きで、野球やっても楽しいし見ても楽しい、まあ、そのどっちの楽しみ方もあるっていうのが僕は一番、まあ、魅力かなと思って、まあ、応援しがいのあるスポーツ、チームとしての応援しがいのあるスポーツはやっぱり僕野球が一番かなと思うんで、うん、なるほどね、はい、かなと思います。まあ単純に好きだということだよね。そうです、もう大好きです。はいはい、はい、お久しぶりです。パワプロの撮影ではお世話になりました、アキです。ああ、アキさん、なんか雰囲気変わったね。帽子をかぶってるだけだと思います。すいません、ちょっと寝癖隠しで。俺も寝癖がついてる。はい、見送る。そうですね、ちょっとラストバッターになるとちょっと喋りにくい部分が大体言われちゃったなと思ったんですけど、あ、最近プロ野球開幕してやっぱり試合見てて思うのが、なんかこんなになんか流れがあるスポーツって野球が一番じゃないのかなっていうふうに結構見てて思ったんですけど、なんか単純な実力差とか、うん、選手の個々の能力だけじゃなくて、はい、その草野球レベルでもプロ野球レベルでもなんかすごい流れでこう展開が変わるというか、なんかそこが結構野球のそのいろいろスポーツある中でも一つ面白さじゃないのかなって最近思ってたんですけど、なんか、うん、豊さんの前でこんなの話すとちょっと恥ずかしい。いやいや、そんなことないよ。まあ最初にみかんちゃんが言ったけど、はい、みかんちゃんです。やっぱこう流れとか、やっぱ強いチームでも弱いチームでも持てるんだよね、はい、だからそういう意味では、ね、すごく強いから勝てるわけじゃないし、弱いから負けるわけではないし ね、 ね、やっぱうどんちゃんが言ったけど頭を使うね、そういう、はい、スポーツでもあるということだよね。まあその中で、まあ私はじゃあこれから質問します。はい、私が唯一取ったタイトルは何でしょう。あ、分かる人。はい、くれ。取るようです。はい、ありがとうございます。みんな知らなかったでしょ。いや、知ってますよ。知ってます、知ってます。知らなかった人は知ってます。いや、知らなかった人は今から退出してもらうから。いや、それで入って手挙げられないです。
じゃあね、ここで質問。盗塁で3つ重要なポイントがある。ほう。3つだよ。はい。はい、その3つを全部答えよう。はい、俺、指名制にするわ。うどん。うどんちゃん。大事なことですよね。いやいや、そりゃそうやろ。それはさ、大事なこと3つって言わ、はい、大切じゃないこと3つとは言わない。そりゃそうやろ。一つは、その、盗塁をするときに、よーし、走るぞーって言わない。いや、ちゃうやろ。なんやそれ。なんやそれ。体質。あやばいやばい。これ、やばい、これ、滑った体質らしい。出ていきたくないです。すいませんでした。じゃあ、分かる人、一つ。分かる人。いいっすか。はい、はい、みかん。リード。まあ、リードも大切は大切だけどね。はい。そうとは言わない。違う。ああ、その3つじゃないんですよ。今、同じあれでした。リードじゃないんだよ。リード。じゃあ、じゃあ、じゃあ、こっからちょっと、じゃあさ、ヒント与える。ヒント。うん、3S って言われてんだよ。あ、うん、この S ね。はい。頭文字取ってみたいな。はい、そうそう。一、はい、つ、スタート。あ、スタートね。はい。スタートの S ね。もう一つ分かったかもしれないです。はい。はい。総力。総力。総力をさ、英語の S。S にかけるな。英語じゃないんですよ。英語でしょ。英語だよ。英語っつってね。スタート 3S、だからまずスタートだよな。スタートですね、はい、はい、これ正解。あと2つ。あ、はい、ストレート、まっすぐ走るってこと。ストレートは違うな。こう S ってつきゃなんかこうポンポンと出てこないか。あと2つ。はい、はい、全然と分かんないですけど、はい、セットですか、準備っていう意味で。あ、セットはさ、リードに、あー、間違い、入るかな。そこじゃない。はい、先生、先生、はい、スライディング。お、スライディング。あ、すごい。そうそう。おー、うん、だリードとスライディングね。はい。あと真ん中に来るものは何？真ん中？はい。歩幅っていう意味でスライド？なるほど。違う、ステップ。いや、だから 27.44 しかないじゃない。はい。定感って。そしたら、そこの真ん中に何が必要だ？あ、わかりました。はい。スピード。ああ、そういうことか。なるほど。そりゃそうだ。それを合わせて 3S が大事っていう。なるほど。はい、うどん、まとめて、うどん。まずスタート。はい。はい。そしてスピード。はい。そして最後、スライディング。おお。はい。この3つが合わさって盗塁が成功するという。はい、でも、うん、ここのもう一つ上に来るものがある。大事な要素だ。大事な要素。大事な要素がある。これがなければその3つが確立できないっていうものがある。さあ、これを当てた人はすごいと思う。まずダメであろううどんから。はい、はい、もう確定なんですね、ダメなやつ。いやいや、はい。そうですね。ダメ目的でちょっと、この3つが絶対生きてこないっていう、一か八かいっちゃいますね。当てろ当てろ。はい、まず出塁しておく。あー、でも絶対条件だよね。そんなことじゃない。難しい。ん、いや、もうこれがないと何も成立しない。わか、はいはい。ピッチャーの癖を研究しておくこと。まあそれも、まあ、大事なことは大事だよね。大事だけど、やっぱその自分の心に問いかけてみて。心に。これ、はい、うどん、いいですか。はい。もしかして度胸というか勇気みたいなことですか。おお。おお、すごい。おお。いや、やっぱりね、スタートを切る勇気がないとこの3つが連動してこないんだよね。スタートも切れないし。すげえ。近くでスライディングもできないし。うん、だからそういう意味では 3S の上に立つものがまずは勇気という。勇気が成り立って初めて 3S が生きてくるという。分かった。はい、はい、じゃあ秋まとめて。盗塁で3つ大切なことがあって、はい、それ 3S と呼ばれています。あれ頑張って、秋さん。いいの、スライディングの3つですね、はいはい、でもこれの上に立つもう一番大切な、これがないと始まらないというものが度胸、勇気。
そうです。はい。それが、それが、こう、自分の中に充実ができて、初めて盗塁が成功するんですね。はい。まあ、そういう構図になってるんだ、盗塁って。わかりましたか？はい。はい。ね、みかんちゃんなんか、あれだよね、はい、1番センターでやってたら、はい。まあ、盗塁のサインも出たと思うけど、はい。成功率は良かったの？成功率はそうですね、7割8ぐらいはあったと思います。はい、ほぼほぼ。7割じゃ少ないな。高校野球の7割はちょっと痛いよ。そうですね。高校野球の7割は痛いわ。はい、それをちょっと。9割ぐらいないと。それを高いと思ってた自分を戒めたいと思います。はい。本当に。俺も低かったんだけどね。低かったんかい。低かったんかい。低かったんだい。ね、はい。まあそういうことで、まあ皆さん野球が好きということでね、今もやってんの？はい、草野球やっております。じゃあ今度ちょっとうちのチームもできるから、あ、そうです。ちょっと勝負しようよ。ぜひともお願いします。いや、すごい。本当に本当に。クレフはフラフラになってないか？いや、そうですね、自粛期間よりまた体力落ちたんじゃないかなと。俺が教えた時よりも体力落ちた。いや、でもさすがにちょっとあれでまずいなと思って多少やらせてもらってます。はい。本当。じゃあみんなと対戦するの楽しみやな。楽しみです。お願いします。お願いします。本当に本当に。あ、みんなそれぞれチームを持ってんの？僕たち一応ウーム野球部っていう2人が今ユニフォーム持ってるんですけど、事務所で野球部を作ってまして、そこの同じメンバーで今回撮影させていただいてます。はい。なんか勝てそうやな。いやいやいや。楽勝そうやな。いや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 、結構強いですよ。なかなかですよ。本当に？はい。じゃあ今度試合やることを楽しみにしておきますよ。ね。ぜひともお願いします。お願いします。じゃあよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。